う今後、はい、社員を、はい、一切責めないと決めました。責める言葉じゃなくて、あげる言葉にしてあげたい。俺らはもう、現場に向かう。そこから契約ムードとかでもないけど。契約ムードだよ。いや、タンタが抜けるんだけど、あいつが任せられてる現場があるわけ。今回るの、うん、難しいな。攻撃したいな。もうできんか。あれ攻撃してる。そんなことねえだろ。あ、違う、そ圧で、圧で。誰か一人がそれ引っ張ってくやつっているじゃん。それお前にずっと言っとったことじゃん。でもお前らのことだけ俺も信じねえから。はい。やっぱ経営者だからさ、俺も。会社いい方向に持っていかなあかんから。はい、ありがとうございます。さっきのテンション違いますよ。テイク2。はい。Bluetooth が飛んで。車のやつ。つながって音が拾ってなかったと。はい。そういう時代を、コミューちゃんが気づきました。はい。俺は決して責めない。素晴らしい社員です。あ、どうもありがとうございます。喜びを感じます。何っていうと、まあまあ、そうか、一から説明しんと、まず、はい、私は47歳。はい。だから、うん、もう、今後、はい、社員を、はい、一切、責めないと決めました。あ、無理です、無理です。その一切が絶対無理だと思う。そこ早いな、お前。じゃあ、その一切が無理だなと思って。その、言うけど、責める言葉じゃなくて、あげる言葉にしてあげたい。あ、優しく。うん、引っ張るんじゃなくて、持ち上げてあげたい。安西先生のことあそこ入れるんだみたいな、安西先生さっき分かんないって言ったよなと思って分かんないって、そうそう、スラムダンクって知って見たことないから安西先生知らないよって言ってんのに、うん、まあ俺も47歳になってさ、はい、まあまあもう まとめてっちゃうけど、アンサー動画というか、まあ、あれも半分俺の中では別にあいつへの手を差し伸べたつもりだよね、怒って、まあまあ最初の流れとしては営業に勉強に来とった、うん、で3ヶ月、まあ、6ヶ月の予定だったやつが3ヶ月で怒って、もう現場行ってこいと。はい。もういいや、って言って。そこから連絡がなく、カンタがおるときに動画を撮って、うん、まあ、アンサー動画と上げてこいよ、みたいな。半分ちょっとおふざけみたいな感じで、うん、アンサー動画上げてこいのもなんか連絡来るかなと思ったら、はい、なかなか今回はもう俺からドバに行ったっていう動画が、あんなに落ち込んでたわけよ。堀川翔が堀お前のために。まあ、それ以外にも、まあ、今日も、そうじゃん。朝の9時のミーティングね。はい、横浜店の責任者とやりとりも、はい、うん、優しかっただろ。ちょっと努力してただろ。まあ優しいです。なんか、そんなもん、こらーみたいな感じで、なんか俺言っちゃうから。まあ前までだったら校舎で叫びまくってただろうな、みたいな感じはある。はぁ、右だーって言うんだけど、左、左って言うと、え、右だってお前、なんで女の子わからんねーって言って、言っちゃうから、なんで左に行きたいのから。俺もずっと質問しとったよ。でちょっと質問したことに対してまた質問してみたから、つってお前、こっちが質問しとんだお前、って言ってちょっと怒っちゃったけど。でもなんか、それもちょっとなんか、イラついて言ったんだろうけど、あ、ダメダメと思ったのか、ちょっと笑って、笑いに変えてたけどね。そう。努力しとったの、うん、めちゃくちゃ努力しとったの。いや、ちょっと何が笑結構30分ぐらい喋ったろ。で、まあ、何って言ったら、俺やっぱもう堀川翔とかも俺は、そのカンタ、まあ、あれ動画上がってるであれだけど、わかんねえんだな、これ、と思って。まあ、自分が分かることを相手も分かるって思っちゃいかんって感じでね、もう言っちゃえば、うん、俺ある人に言われた言葉があってさ、これはちょっとひどい言葉にも聞こえるけど、うん、勘違いしてほしくないんだけど、職人とかにはもう本当バカだから、求めてももう分かんない、言葉もまず通じないようなやつらなんだからみたいなことを俺聞いたことがあってさ、うん、求めすぎるな、求めすぎるなと。でもまあ俺はどっちかというと求めちゃうから、やれるだろうって、俺がやれるんだからお前やれて当たり前やみたいな感じで言っちゃうから、多分良くねえんだろうなって、なんか最近すっごい感じるんだ俺。俺は10の攻撃を5に変えます。とりあえず。とりあえず。そっから徐々に0にしていこう。0にしていく。まあそうかな。でも、言わなきゃいけないから。で、なんでそう思うのとかね、今日、そうだったんですよ。俺めっちゃ努力しちゃったんだけど。言い方ってことですね。どうしたらいいんだろうねって言えばさ、なんか、あ、そうだなってなると、自分もその考え方が変わるわけじゃん。うん、そうなるとそうなっていくわけじゃん。人間変わっちゃうかもしれないですよ。だよね。うん、俺も仏の安西に変わる。だから安西分からんって言ってるのに。仏の。仏の小林か。俺いねえや、どっちでもな。仏でもないし、安西でもないし。仏の小林に。もう俺50までには。うん、だって。攻撃ゼロですよ。そう、攻撃ゼロにするっていうけど、ドッキリとかうちらがかけても、あ、いいよいいよとか言って、なんか攻撃ゼロの人だと、そうそう、もう見てて面白くないとか言われちゃうから、大丈夫だよ。1、2ぐらいは残していただかないと、攻撃された時には攻撃し返すぐらいで言ってくれたら、そういうな、キャラは捨てんけど、頭ごなしに言うのをちょっとやめていこうかな。
で、今から、なんと、堀田の現場に、向かう。もうあと5分ぐらい着くの？俺の成長も含め。はい。堀川。なんか俺はもうあのドバイ以来一回だけ電話喋ったから、なんか。喋ってないな。喋ったから。もう別になんかもうそっから契約ムードとかでもないけど。契約ムードだよ、結構。まだ。まあ、契約ムードで結構落ち込んでた。その動画見てないからさ、ミオが。やってみようか、まあ、とりあえず。そうですね。長くなりましたが。違うよ、なんかあのコメント欄で、ね、なんか、フィギュア見させようとしとるとか。うん、そんなにあいつを年齢って楽しいのかとか。だって、社長からしたら、まあまあ大きい存在を辞めさせたいと思ってるのもおかしいし、ミオ、うん、からしたら旦那に職を失わせたいと思ってる時点で家庭どうすんのって感じだから、そんなことあり得るわけないじゃん。ありえない。でも、基本的には結構、俺もちょっと浅はかだよね、考えが。まあ、視聴者がね。うん。俺はだって、俺が一番映したい絵って、いや、こんなに厳しい社長に、人々がついてきとるんだから、うん、本当にでも、実際そうだからさ。だから、物が悪いわけないんだって、うちの塗装って。うん、これだけのレベルの人間が一生懸命ついていとんだから、よその塗装屋と比べて絶対的に勝てると俺は思ってるわけよ。そこをやっぱ映し出したいわけさ、俺は視聴者に。うん、だから別に俺がブチゲイててかっこいいだろみたいな。中二病ではないですよ。中二病みたいな動画撮るわけないや。うん、社員がいい風に映るように、結果なっとるわけじゃん。やっぱ視聴者が見たときに、あ、この会社厳しいなって思われた方がいいし、別に俺は、うん。それがなんか別に俺と別に意見合わなくても、例えば。だけど、こんなこと言う経営者にみんな一生懸命ついてって、それに応えてくれてるんだって、思わんのかなって。さあ、ちょっと気まずいな、俺。気まずいですか？ちょっとね。やつを持ち上げなきゃいけないから。はい、よし。今の気まずいですよ。こっちが一番気まずいよ。はい、行きます。おはようございます。おはようございます。兄さん逃げてってるじゃん、社長から攻撃されると思ってるから。どんどん、あ、ダメ、攻撃してる。大丈夫だい。ちょっと気まずい。いや、なんか気まずそうだったもん。いやいや、不自然感満載だった。もう本当にそういうのないっす。は？気まずい。だ。いや、ない、そんな。俺気まずいよ、マジで。それ撮ってきたから、今オープニングも続いたから。俺ちょっと決めたことがある。はい。まああれだけじゃないけど、まあ、他のこともいろいろあって、もうこれから人を攻撃しないって決めた。無理でしょって言いでな。攻撃っていうのは、ワーワーはいない。もう怒らない、絶対に。どういう感情、その顔って。無理でしょの感情なのか、言ってることが理解できてないのか。言うことは言うよ、はい、だけど怒らずに言おうかなと思って。分かんないんだろうなっていうのまず一つと、やっぱお前のあの顔見て思ったんだ。バーってもうすぐ言いたがるから、俺もなんか答えを、はいはい、こうしやええやよって言って、こうしろよみたいな感じで言っちゃうから、それが良くねえのかなと思って。だから理解しないままみんながやってるとかもあるから。あー、って感じるときある。ちょっとよくわかんないけど、まっとらしゃといっといてやるか、みたいな。あ、思います。そう、言い方よ、お前。まあ、今回、その、まあ、お前が怒られた云々は、まあ、別として、その、リュウジ、カンタと、まあ、これ、動画になんないか、あれ、そうか。二人でなんか、リュウジとカンタを呼んで、お前が連絡取れてないときね。はい。リュウジとカンタ呼んで、事務所で喋ったって言ったじゃん。はい。まあ、内容を説明すると、はい。結局、カンタが営業来ると、今度、6ヶ月間。はい。だけど、まあ、現場の、まあ、どうのこうの。はい。で、お前ちゃんと調整してから来いよ。カンタが抜けるんだけど、あいつが任せられとる現場があるわけよ、結局。頭としていってる。そうそう、頭としてやってる現場があるから、そこのお客さんがちょっと困るよね、困らんよね。まあ、別に抜けるはいいんだけど、お前らその、現場回るの？それで。うん、回ります。そうだよ、それと顧客満足度とかいろんなもんあるじゃん。それやるだけはやれるじゃん。そうです。実際にそれ大丈夫。うん、っていう話で今止まっとるんだよね。うん、で、今井村翔が入って、まあ、2、3回ミーティングしようんだろう。で、それ実際自分らはどういうふうに感じてるのかな。その翔くんが入る前は、うん、
もうカンタが抜けるっていうか強制だと思ってたもんで、そういう段取りしとったんですけど、うん、やっぱ強制じゃないんだよ、お前たら俺喋り方だけだ、あ、攻撃しちゃったもうでも気をつけて、なんか僕の考えだったらそれだったんですけど、そうそう、たまたまで、あ、そうそう、リーグが出らしいんだからな、これって本当にその被害者にダメなんですかって、相村さんにね、いつでもいいよ、そんな、うん、でもカンタはみんなに言ってなかったんだよな、あんまり前聞いとったの、そのなんか月曜日から抜けるやつを金曜日に言ったって言ってた、みんなに、ああそういうこと、うん、でそれでごちゃごちゃっとしたんだよな、はい、で絶対話分からんくなったよ、俺も分かってないゆっくり、まあそのなんていうんですか、まあ結論から言うと、うん、もう抜けられたら困るっていうのはあるんですよ、うんうんうん、ただでもカンタも営業行きたい、カンタがやりたいって言ったわけだろ、はい、うん、だけどそれをさ、なんか、はい、わかんないんだけど、あ、まあ攻撃だなこれは、その自分たちどこまで把握してんだから、そのなんか今ショーがあったけど工程把握って俺がちょっと聞いてんのは、まあ2週間先のこともあんまりこいつらよく分かってないと、一応紙で渡しました、持ってこいでしょ、はい、把握して、で実際にそれをお前が見た時にどうやって感じてんの、でもこれ作ってみたけど受けるの偉いでしょ、そうです、でそれは3人で話し合ってんの、いや喋ってはないですけど、そこでしょお前ら、はい、赤が攻撃しちゃうお前らってほんと話さないんだよ、はい、何だ、何の話だった、何の話があった、話し合いですね、ん、あ、話し合い、うん、どう思ってんの、話し合いは一応してるんですけど、まあ、なんていうんですか、そのにもちょっと喋ったんですけど、うん、そのまあ秘訣いや、あのカメラ回さんところもあるで、はい、ぶっちゃけさ、カンタはこうやって撮ったんだけど、それはカンタが言っとった時なんであれなんですけど、あ、そ、お前現場入っとらんの、なんで入ってないの、そこなんかずっとあったんじゃないの、2日間は入ってました、ただその忙しすぎて違う現場が行かんといかんかったんで、で、あ、で、カンタが入っとんだ、あ、そうです、そうです、あ、な、結局もう抜けないんだ、じゃあいつはお前にやる、で、結局そう思う、いや、2日、初日と次の日は入りましたよ、っていうことは何、その今工程のミーティングをしてて、まあ、まずじゃあ絶対的にじゃあカンタを抜くっていうのはこれ偉いんじゃないの、正直偉いです。でしょ。だって現段階でこうやってお前もずっと入っとれんわけじゃん。はい。じゃあお前がじゃあ後から一週間後とかに入っても、完璧なサービス提供できるの？いや、行ったり来たりのレベルで。攻撃じゃないな、これ。ギリギリ。攻撃？そうだよ。じゃあ俺質問にしようと思ってんだけど。いや、俺の意見があるけど、そのじゃあ俺はもうその堀川翔っていう、まあ、まずな他の現場抜きとしてカンタが2週間で抜けたいと、はい、抜けると抜けれますと言ってきて、堀川翔がその代わり2週間きっちり入ると、はい、で現場の流れも把握して監督とのねやり取りもお前がやって、で2週間やったらまあいけるんかなと思ったの俺は、はい、だけど1回2回入ったと、だからもう俺で大丈夫でしょみたいなので、そのいけると思うかいけないと思うかどっちなのかなって、でその現場は回っていくけどもちろん、はい、だけど現場ってそんななんか結構大変じゃん、甘くはないじゃん、レベルは下がるじゃん、ずっと同じやつが入ってるのと、はい、入ってないのじゃん、でそれ本当質問だよ、まあきついですかね、まあそう現場自体やったらいけるかもしれないですけど、その、うん、安心してあっちは任せれるかって言われたら、まあそうだよね、はい、ましてやでしょ、うちもその利益を出しかけないじゃん、はい、じゃあカンタがずっと入っとった、まあ、それかお前がずっと入っとった方がどっちが俺らも収益が上がるの、まあカンタもずっと入っとった方が、ここはお前が職長でサポートでカンタがついとって、はい、2週間引き継ぎしてやんないときついんちゃう、そうですね、まあ、質問だよ俺はこれ、はい、攻めてないよ、攻撃はしてないから。攻撃じゃない、質問だよ。もう攻撃、質問だろ、これ。うん。そう、いや、それは、もう同じ認識なんだ。あ、そうですね。じゃあ俺も、まずはそこが認識なんだ。俺はね。はい。で、カンタはいけるって言っとったと思うんだけど、で今でもあいつはまだいけると思ってるわけ？多分、その予定だと思います。の、まあ、どは、いけない、いけない、もしくはやっぱ、レギュレーが下がってくると。そうですね。うん。
思う？ぶっちゃけ。まあ思いますね。だったら話し合った方がいいんじゃないの？それ。あ、喋ります、今日。今日。はい。今日ね、翔くんの。あ、そうです。なんで今日話そうかってなったんだ。そうです。はい。でも実際に意見は、今はどこで止まっとんの？月曜日の時点では。とりあえずその工程を出して、うん。抜けれるか抜けれないかってやつと。一回全部紙にでもいいから出して。そうです。その月曜日にその現場がまだ決まってなかったんで、うん、で、昨日確定したやつがあるんで。なるほどな。難しいな。攻撃したいな。ちょっと俺の意見は言っちゃかんだけど、まあ意見じゃないけど、あともう一つはじゃあ、ちょっとこれお前に質問するわ、ちょっと。はい。このお前ら3人で一回職長対戦しろよって言ってるじゃん。はい。で、それは、まあ、これちょっと視聴者の人よくわかんないかもしれんけど、堀川翔が責任者。工程は簡単みたいな感じ？今、僕戻ってきてから。お前がやってるらしいな。やってます。俺、ちらっと見よう聞いたんだけど、リュウジが日報とか。そうです。みたいに分かれとるから、なんか誰に聞いても、いや、堀川が、とか。で、翔に聞くと、いや、現場が、とか。なんかこれ無責任だよなって俺は感じて、まあ、カンタとリュウジをこの間喋った時にね。はい。会社に呼んで二人。で、それがちょっと動画にちょっとね、この説明をつけずに喋っちゃったから。まあまあそういうものがあって、まあ、じゃあお客さんを一人ずつ、まあ、担当を持って。で俺もお客さんに聞きやすいじゃん。うちのカンタ君はしっかりしてますか？うちの堀川君はしっかりしてますか？うちのリュウジ君は。で、そこはまあ入れ替えるのは別にいいじゃん。そういう体制はお前どう思うの？お前の意見、マジで聞きたい。まあ、動画に、微妙な意見は使わんでいいよ。まあ、それは本音で逆に語ってほしいな。そう、まあ、三体制にして、まあ、一人一人、お届けさんを持つっていうのは、いいと思うんですけど、うん、誰か一人が忘れたときに、どうなるんかなと思って、そう、例えばどういうこと？だから今で言うと、うん。まあ、リュウジ君はリュウジ君のお客さんがおるもんで、うん。まあ、おるんだろ？あります。で、工程はある程度みんなで三人で話し合って決めとるっていうか。いや、話し合ってないです。この日行け、あ、まあ、行けるみたいな感じなんですけど。うん。誰が工程はメインでやっとるの？固定は僕がやってますね。カンタがやったんじゃないの？え、やっとったんですけど、うん、あいつが営業行くってな、うん、いう話の時から僕がやってます。あ、そうなの？お前やれよって言ったんだけどな。どっちみちお前も来て、そんなにガツガツないだろ、仕事。こっちの営業の仕事って。ないっすね。だろ？じゃあほんとはないってお前、それあれだぞ。あ、いや、俺、もう、お前もできんから、お前。あれ、攻撃してる。お前、ないですね、って言って。お前、あるんだけど、別に。いや、ちょっと、話し合ってるんだけど、いやいやいや。これ攻撃じゃない。これ攻撃じゃない。気づかせてるんだよ。気づかせてる。うん。だけど、そうじゃん。まあ、カンタもいきなりなんか、バーってやれるわけじゃないから。はい。なんか、雑用ぐらいから始まってくるから。だから別に、お前みたいな感じ。もう、見積もりとかもやってたじゃん。半分ぐらいは島のことやってたじゃん。はい。まあ、そういう意味で、もう、工程はやれよって言ってたんだよ、感じ。まあ僕が、すいません。やりたがりなんで多分。お前が話したの？いいよ、俺がやるで、って言って。はい、言いました。お前きちっとやれるの？やります。で、お前なんか本当に営業来た時、本当に思ったから、これは。こいつまだまだやな、って。はい。忘れるだろ？すべてにおいて。まんまりでまた、落ち込んでくるから。いやいやいや。だいぶ心が戻ってきたのに。いやいやいや。また落ち込ませるとかなんであれだけど、でそこは逆に聞きたい。俺らそういう、ほうれん草とかそういうのしっかりできてるよと思ってんのか。いや、それは。まだまだだなと思ってんのか。まだまだだと思います。全員が全員。全員が全員だよな。でぶっちゃけ。はい。リュウジも、カンタも、堀川も、まあ、俺はまあ、とにかくこの3人をやっぱ注目してんだけど、3人もあんまり喋らんじゃん。なんかお前らって。そうですね。なんかみんな聞くと、いや、なんか喋ってないですとか、あ、聞いてないですとか。でも誰か一人がそれ引っ張ってくやつっているじゃん。それお前にずっと言っとったことじゃん。はい。3ヶ月お前が営業におった時に。もう俺ずっとお前にもう言い続けたことだけど、何が足りてないと思う？逆に。何が足りてない？まあ、まあ、ほうれん草と、まあ。ほうれん草ってお客さんに対してもだと思います。まあ、まあ、責任感じゃないですか、やっぱ。責任感だから具体的には何？責任感がなくて何が生まれとんの？やっぱその三人、僕ら、リュウジ君、カンタ、誰か一人がやるでいいわって感じなんですか？ああ、なんかそんな感じ、俺は見てて。なんか。本当にそれ。で、僕もやっぱそういうとこがあるんで。うん。ああ、なるほどね。あ、そんなめちゃくちゃ思って、くちゃくちゃでもないのかな。
わからんけどね。わ、なるほどね。あ、こうやってやっぱ、質問に変えていくといろいろ学ぶな。だいぶ喋ってもね。何分 ?25 分ここで。やっぱ頭ごなしだとやっぱ、多分全然違うところで会話してたかもしれんな。そうですね。そうやって思う。俺いつもなんか、何違う、またはずやなこと言ってんなって思う。思うのってちょっと圧力がかかっちゃったけど。脳がついちゃった思うのってなんか、脳が入っちゃった。思う思う元外れではないですけど、そのなんか、まあ、さっきも言ったように、うん、なんか、とりあえず、社長が言ったことやれ、みたいな感じじゃないですか。俺はい。まあ、とりあえずやってみよう。そんなことねえだろ。あ、違う、圧で、圧で。自分の中で、ね、さっきも。社長がいたから、言ってないけどやろうみたいな。ちょっと焦ってタバコ吸うわ。動揺しいだね。タバコ吸うわ。そう、俺。やっぱりそう。ちょっとある、そういうところ。え、ちょっとあるんですけど。うん。だそれ、最初やってみて、うん。これが本当に楽しいんかな、正しいのかなっていう時は、あるんですけど。うん。でもやっぱそれは正解でしたね。やってみると。何な、なんでもやれって言うじゃないですか、社長。今もう適当に作ったの。ちょっと、適当に褒めに来たの。今、今から、で、それ何って言ったら、いや、うまーって言うんだよ。その例が多い。いや、その、うめ例が多い時間だったけど、ちょっと忘れちゃっただけなんだ。はい。だからこうやって、あ、聞くとね、まあ分かってくるけど、でもお前らのことだけ俺も信じねえから、はい。やっぱ経営者だからさ、俺も。会社いい方向に持っていかなかったから、まあ、もちろんお前らがこう考えてる。お客さんこう言ってるよね。この食い違いもまああるんだろうし、人間だからね。そうですね。ここでまあ今日また、井村翔が来るんだ。来ますけど。それで日報とか、あ、工程はい。まず工程しっかりやるっていうの。もうまず来る必要があると思う。僕らだけでできますよ。いや、なんか、だいぶ来て正解っていうか、まあありがたいっていうか。学んだの。あ、僕らのためにやってくれてるんで、あの翔くんが。お前だけじゃできないのそれ。あ、これいい究極の質問だ。もう失敗そうに奥さん見とるわ。できない。できないの？できないっていうか。あ、でもこれやっぱ井村翔来て、あ、こいつやっぱレベル高いなって思ったの？レベル持ってないのか、なんかガミ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 なんか的外れなことで怒りに来とんのか。いやいや。なんかあ、この人から学んで、あ、工程しっかり作り入れたな。なんかそのガミガミじゃなくて、翔くんの場合はアドバイスをくれるんですよ。おー、俺は。俺はガミガミ。翔くんの場合は。場合はっつったよな。え、あ、違う、翔くんはです。わじゃん。わじゃん。あ、違う、そうか。わじゃん。お前、殺すの？いや、違う。攻撃できる。嘘。なんて言えばいいんですか、なんか。まあまあいいや。じゃあ、まあまあ、俺の話はいいんだけど。そうそう。どう感じるのかなって。翔がなんか、もう別にそんなことやらんでもいいや。でもなんか、やってるのか。まあ、正直、翔くんが来て助かったっていうのは、あ、実際この人やっぱレベル高いな、こういうことを。ね、処理能力があって、こうやって、なんでこうやって、やっぱ来てくれて、こうやってやってくれて、はい。あの一つのものができたな、あ、こういうことをやれるようになっていかなきゃいけねえな、俺って感じたのか。感じてます。あ、感じたの。はい。で、それ、お前説明下手だよな。俺は結局全部言ってんやん。これは攻撃じゃない。これ言ってこないから俺がだんだん攻撃チックになってくわけよ、これ。みんな説明できないから。もでも説明する前に社長が言っちゃったってのは。いや、言ってないからずっと待ってたよ、俺は。だからもうなかなか進まないから俺言ったよ。ある程度のもう持ってこいよって井村翔にも言ったから。で、ここで俺なんか俺もうまあまあやりたねえで。はい。お前がちゃんとやってこいよって言ってるもんで。はい。で、見たらバッて終わるような。でそこからまあ3体制の話で。で、カンタ、ぬくぬかんをきっちりそこでパンと、もう、自分たちやってる程度、温めさせて、はい、自分たち考えて、だってお前が、いや、難しいんじゃねえかっていうなら、やっぱそれもぶつけなあかんじゃん。まあ、後でちゃんとお前がまとめてもらおうか、じゃん。はい。説明をね。説明をね。どういうふうな、こういう話になりましたと。うん、で、俺、プレゼンに来るっていうぐらいのつもりがなかった。はい。うん。ちょっといい感じにまとまったんじゃない、うん、やっぱ俺、これ怒らんっていうのは結構いいかもしれんな。攻撃じゃないで。結構いい感じに持ち上がったよ、これ。そういう感じかもしれない。そうない。で、よかっただろう。よかった。今の話、はい、今日の話、はい。はい。じゃあ、視聴者の皆さん、ちょっとまあ今日、まあどういう風に編集でどういう風にやってるかわからんけど、この動画がね。まあまあでも本当に、まあこれも実際にリアルだし、まあ今日初めてこいつの気持ちもちょっと聞けたんかな、これも。なんかまあ、どうせ俺はこうやって考えてるからこうだろう。で、バーって俺言っちゃうとこあったから。よかったなって、まあ俺なりにね、思います。まあまあその中でこいつらも、やっぱ認識してるから、俺認識してねえと思ってた。はい。
どんだけカンタとリュウジと喋っても、いや俺らできてるでしょ、お前ら何、社長何勘違いしてんの、俺たち100点だよみたいな感じでいるかなと思ってたけど、いやお前の認識はやっぱまだまだこれからなんだな、できてないんだな、クリアしなくてとかあるんだなっていうのは、まずじゃあ俺と一致したわけだな、はい、でそこに対して俺はじゃあまあ言ってくしさ、はい、はい、じゃあぜひ視聴者の皆さん、チャンネル登録いいねと、あと11月9日 SNS 勉強会名古屋東京で11月入ってますんで、ちょっとね全然人数がまだ足りてないんで、あの結構今講師呼んで、もう今5回目ぐらいなんて結構盛り上がってますし、で懇親会でみんな結構まあいいね仕事の話にもつながって、いいつながり、ぜひまた遊びに来てください。お願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。Yeah.